彼らは立ったか。ならば再生も滞りはない。これならば寸刻の後に。今は時が惜しい。高尾のもとに急ごう。来たの。いつでも来てくれ。いらっしゃい。なあ、コメ。なあ、染み渡る。また来ておくれよ。貴殿は太夫の。何があった？高尾姉様がどこにおるかご存知でありんせんか？高尾はここにいないのか？今朝方から伊予神保のお侍様ともども、姉様に何かあったらと思うと。落ち着け。俺たち何か分かったらすぐ知らせる。すまないが。主様。なんだ、土帝が何か。見せません。行くぞセイバー。Thank you.
帝とは縁なきものか。しかしなんだか様子がおかしいな。気をつけろよ、ヨリ。出番だ。礼はいらないぞ。君はどこか安全な。お願いが。どうした。私の友人たちをどうか、もののけに襲われてはぐれて、もしかしたら二人だそうだな、より。無論受けたまわろう。なぜ分かっていて尋ね。さてどうだかな。あの子たちはそれぞれ王子と北の方へ。どうか二人のことよろしく。
のおかげでね。 今日の化け物といい、昨日の大男といい、恐ろしいことばっかりで、いや、大男というのはあんた知らないのかい。昨日の夜に吉原を出てった大男、私も偶然見かけたんだが、ありゃ怖いなんて言葉じゃすまん。身の丈八尺を優に超える男が雄たけびを上げながら走り去ってってさ。 おかげで昨日はろくに寝つけやしなく。なるほど。ほんとあんたらも気をつけ。恐ろしい大男か。
夜中であったからだろ。昼日中に見たならば、あれは見とれるほどの異常符だと思うのに。大男、よもや吉原に戻っていたとは。教科を植え付けられたクラスとはいえ、帰る家くらいはわかるのかもしれん。九段の術の支配下にあるならば、放っては。あれは強力なサーバントだ。きっと太陽や師匠も追っているだろう。急げば合流できる。うむ、しかしまずは二人目を助ければだぞ。そうだな。死んだぜ。町のみんなを見殺しにするクレーンなら腹かっさばいて死んでやら。スケの進化。イオリさん、ちょうどいいところに。頼む、手を貸しちゃくれねえか。あの化け物まるで刀がつ。はい、わかった。ではと。おお、助かったぜ。ほんじゃ。まあ、いない方が戦い。セイバHey!
強くなるだろう。ありがとう、助かったわ。本当に助かったよ、ヨリさん。あんたは命の見回り中に化け物に出くわした時は俺もここまでかと覚悟した。いやー、案外なんとかなるもんだな。九死に一生というやつだな。しかし吉原まで見回りとは珍しい。いつも億劫が…ああ、そりゃああれだよ、最近あちこち物騒だ。少なくともここいらあたりはよ、同心の俺が一丁気張って守らねえと。ん、なんだこれは、書か。な、おいバカ。吉原再建か、ずいぶん気張った見回りだな。だろう、男助の神一世一代の大勝負のつもりでだな。ま、吉原の夜には火遊びが増える。丹念に。気にするな。さあ行くぞ。うむ、はぐれのバーサーカーを追うぞ。ああ、だがまず山吹殿に知らせておこう。ありんすか、姉様はお侍様と吉原の祖。ああ、まず間違いない。ありがとうござりんす、主様。それが分かって、俺たちは太夫たちを追う。不安だろうがこらえて。はい、心待ちにしておりんす。バーサーカーを追うぞ、より。問題は奴の行方だな。ある程度当たりをつける他にない。バーサーカーが操られているとして、術者は彼をどのように使う。あれだけの強靭な体躯と力だ、不落の砦として。まあ俺でもそう考える。こたびの術者は土帝、奴の居所は寛永寺だったか。そうだ、土帝は寛永寺にあるとは小説の件だった。はい、分かった。では迷わず赴くぞ。小説様、浅草より戻られて早々ゆえ、お体に障りあらば。大事ない、用向きは。はっ、吉原の石膏より宮本伊織が上野へ向かったと知らせがありました。そうか、
小雪先生。貴殿らか。すまぬが今軍学を講ずる暇間は。小雪先生、ご無事ですか。昨夜辻斬りに襲われたとのこと、先生の恩義に大事あらば。辻斬り。ああ、まみえたが。そうでしたか。それはどうした。よかった、本当によかった。先生がご無事で。バッケロー、なかなか見とれ。よもやさほどに案じられようとは。主、恐れながら、あなたは何故ああいった溢れ物を抱えているのです。門弟のことか。はい、あれらに構っていかがされるのか。本来の自ら集うがごとき、あなたにとっては無意無益。口を慎めライダー、彼らをそしることは許さぬ。彼らもまた不条理にあえぐ婿なれば、捨ておくことなどできようか。我が願い、キー高騰と笑いたくば笑えばよい。だが義の間のみとはいえど、私は貴殿の主ライダー。貴殿の力あらば我が高騰はうつつとなろう。霊樹の一角でも二角でも望みとあらば捧げるが、いかがだろうか。清らかなる我が主、一体誰が、あなたを笑いましょうや。すでに我が身は、限界の折に、心よりの先、優位小説。ここに私は誓いましょう。この他、すべて。あなたの願いがためにならば、我が策にてその覚悟をと。構うまいな。無論ライダー、ライダー、かの日の誓い、今も。結界があるな。術師としての腕は向こうが上。霊脈から魔力を集め押し通るしかあるまい。まずは上のからか。行くぞ。あれは何だ。セイバー、いけるか。あ、の流れが変わった。バカな。いかに土帝といえど霊脈を。まあまあ、早計はやめよう。おじいさん、慎重。
その命頂戴する。 2.1 流とくと味わえ。より、新手だ。気を抜くなよ。のけ、邪魔だ。手が悪かったな。ん？なんじゃ？動く気配はね。破れる結界があるようじゃ。ひねり入れたか。
どうした？より結界が破れない。妙じゃな。また本物の術者は面倒だな。待っていたよ、ビグレット候補たち。貴殿だったか、はぐれのキャスター。何故ここに？君たちが困っていると思ってね。この私自ら助けに。それはもしや上野の結界のことか？ああ、この一帯に大掛かりな魔術が仕掛けられている。人の認識を歪めるものが存在しない霊地で。ああ、なるほど。現実、下術。ここへ来るまで私が誰かは。だが安心して。これが本来の霊脈ということか。なるほど。感心しておる場合か。より我らの霊気力細々。さて、悪いけど力を貸してやれるのはここまでだ。はぐれの実はいろいろと降っ。いや、十。おお、あらてじゃ、土味方め。術がや肝心の術は破ったんだ。ああ、一気に突破するぞ、より。頼む、セイバー。任せておけ、より。我らが地、敵に狙われておるぞ。セイバー、行けるか？あ、しかと片付けてきてやったぞ。我らが地。頼む、セイバー。任せておけ、より。戻ったぞ。私の敵ではなかったな。よし、敵は。魔術を使ってきたか。
我らが地。セイバー、行けるか。あ。仕方片付け。